はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。製麺機です。今回はね、またね、イエラね、作って食べていきたいと思います。で、今回はこちらをね、ちょっと作ってみました。味玉ね、味付け卵、まあゆで卵作って、これだし醤油ですね。だし醤油とお水を半々にしたやつにちょっとつけてみましたね。だし醤油をストレートだとちょっとしょっぱいかなと思ったんで、とりあえずね、お水と半々にして、でちょっと味見てね、今日これ味を見て、でもうちょっとだし醤油こういう方がいいなとか、ちょっと甘みでみりん入れた方がいいかなとかね、味を見てね、またちょっと調整したいと思って、でこの味のね、卵の味見のために今日はね、こちらでつけ麺を作ってね、いただいていきたいと思います。まあ、スープはこれね、これもまだ多分食べたことなくて、ちょっと買ってみました。スープの達人の、つけ麺用の、魚介豚骨醤油のスープですね。こういう感じのこのスープ、して世田谷さんっていうね、ところの監修みたいですね。ね、魚介豚骨の濃厚なやつのスープね。うん、でこれに合わせて麺は、今度麺の達人ね、さっきのはスープの達人、こっちは麺の達人ね。同じ日清食品さんのやつですね。つけ麺用極太麺っていうことで、こちらはガンジャさんっていうところの監修なのかなね。まあそのままつけ麺でもいいし、普通にあったかいラーメンとか混ぜ麺に使ってもいいっていう、こういうね、太麺ね。これでつけ麺作っていきたいと思います。あとはまあメンマとチャーシューね、これ具材に乗っけて、でまあ味玉も乗っけて、で、ね、濃厚魚介系の豚骨のね、つけ麺を作って、今日はイエラーしていきたいと思います。はい、ではね、準備ができましたね。やっとできました。もうこれね、自作の味玉入って、ね、チャーシューとか盛り付けて、でスープはね、ちょっと見切れてますけど、こっちにあります、濃厚の魚介系豚骨スープね。ではせっかくなんでね、ちょっとだけね、飲まさせていただきたいと思います。まあイエラー宅飲みですね、今日は。うん、氷結ストロングのレモンね、こちら、アルコール度数 9%、 こちらでね、スタートしていきたいと思います。よいしょ。おお。では今日もね、皆さん一日お疲れ様でした。ではお先に失礼していただきたいと思います。シュワシュワで乾杯、いただきます。はい、ではね、つけ麺こんな感じですね。まずね、こっちからね、チャーシューね、で今回作ったね、手作りの味玉、すっごいね、見た目はもう完璧、このトロトロ具合、黄身ので、ちょっとね、この味がこう染み込んだ感じ、わかるかなね。これ結構上手にできたっぽいんで、楽しみですね、食べるのが。でまあメンマね、メンマ乗って、麺ね、つけ麺用の太麺ね、こんな感じで、まあネギとちょっとナルト飾って、こんな感じですね。こうね、まあイエラーのいいとこはあれですよね、喋りながらできるっていうのがいいですよね。
あと撮影許可もいらないんでね。ねえ、こんな感じね、麺と具材ね。でスープはこっちですね。玉ねぎのねみじん切り、ちょっと粗みじん切りにして入れました。ちょっと海苔を添えて、こんな感じね。結構濃いんじゃないかな。2袋使ってます。スープは1袋だとね、お湯熱湯 130cc になってて、ちょっと少ないなと思ったんで2袋使ってますね。で、あとね、ちょっと唐揚げ寂しいんでね、唐揚げ2個だけ買ってきましたね。つけ麺だけだとちょっとね寂しいんで、これでね食べていきたいと思います。ではまずね、麺からね。あ、ちょっと薬味のおネギ少し入れとこうね。おネギを少し入れといて、玉ねぎも入ってますけど、あとメンマも入れとこうかな。少しじゃね、メンマもちょっと入れといて、で麺ね、あー映ってなかった。こんなね太めのつけ麺用の麺ですね。よいしょ。わあ、ちょっともう時間経ってでくっついてきちゃってるな。麺はね2玉茹でましたね。つけ麺1玉だとね、なんかあっという間になくなっちゃうんで、麺がなんで2玉にしましたけど、よお、これあれだな、長さが結構短いのかな、この麺意外と。ああ、長さが短めなんだ。この麺あれだな、家系ラーメンとかの麺にも使えるんじゃないかな。ああ、映ってなかった、申し訳ないね。ほら割と短いんで、ね、家系のラーメンって麺が短めなんで、ほらね短いんで。でも家系ラーメンのスープだけって売ってないしな。わあ、濃厚濃厚このスープ、ほらドロッと麺にスープが絡む感じ。わあ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、カメラの角度うまいとこ調整して撮影しながら食べないといけないんでね。では早速一口いただきます。うん、まあ濃厚すっごいわ。豚骨が濃厚で、このかつおだしだと思うんですけど、かつおとかさば節とかそんなのかな、結構ね効いてますね。うん、で醤油が結構強め、醤油も強め、うん、味濃いめ。うん、じゃあちょっとおかわりね作って、またねいつものミニゴロこれを開けて、はい、ではね、じゃあちょっとね焼酎入れてみたいと思いますね、ミニゴロをね。おかわりを焼酎入れてね、氷結ストロングの9%にまたね焼酎入れてね。おお、ちょっと置いといて、じゃあここで一回唐揚げ食べようかな。
せっかく買ってきたんで、ね、スーパーの唐揚げですけど美味しそうだったんでね、買ってきました。2個だけね、2個だけ買ってきましたね。どっちが美味しいかな、こっち食べてみる。こんな感じの唐揚げ、いただきます。お肉にしっかりね味が染みてる、うん、ちゃんとねしっかり漬け込んであるお肉、うん、ちょっと断面ちょっと食べかけの汚いけどこんな感じわかるかな、この色がついてる感じ、ちゃんとねあの下味がしっかり染みてて美味しい、うん、衣もねさっくりしてるまだ、うん、全然あの焼き直したりとかしてないんですけどまだねサクッとしてます。これあの衣がさっくりしてるんじゃなくてね皮がね皮がパリッパリになってるんだ、うん、美味しい、うん、皮パリ、ではお次はねこのね卵味玉ね、自作の味玉を食べてみたいと思います。うわーうまそう、まあ、先にちょっと麺をね麺をうわーもう固まってきちゃってるな、もうちょっとねあ多いな多いけどまあいいや、麺を入れといてで卵、うわ黄身がやばい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 、黄身をこぼさないようにしないと、うわわわわわわわつるっと滑るな、うわーやばい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 つるっといっちゃう、うわーうわーこれね、これあん漬け込んでると黄身が見えなくなっちゃうかな、どのぐらい味付けて、ああ見えてない申し訳ないです、ちょっとねカメラも気にしないといけないし実際のね実物も見ないといけないしでね難しいんですよ撮影、こうちょっとツルツルするな、大丈夫かな、こんな感じではいただきます。うん、うまっ、うんうんうん、あ、全然美味しい、でももうちょっと甘みがあった方がいいかもしれないな、うーん、つけ麺とかに使うんだったらもうちょっと甘みあってもいいかもしれないけど普通の醤油ラーメンとかに使う時にもちょっと甘みあった方がいいんだろうか、どうなんだろう、若干しょっぱいかもしれないな、どうかな、うん、でも美味しい、うん、ある程度ね塩分ないと味がボケちゃうんでね、うん、もうこのぐらいの塩分でいいかも、あとちょっとみりん少し入れれば、うん、結構いい感じになるかもしれないな、うん、うん、チャーシューも1枚いこう、
このね、チャーシューね、わあ、このね、チャーシュー結構大きいんだけど、わかるかな、これをちょっと麺巻いてね申し訳ないです。こんな感じでいただきます。うん、うまっ。じゃあもうちょっと食べましょうかね、せっかくなんでね。よいしょ。すごい。あ、海苔あるから、海苔を巻こう、海苔で巻こう。こんな感じ、海苔で巻いて、いただきます。卵もう一個食べちゃおうかな。うわぁ、卵、味玉、ちょっとスープつけて、もうね、もうとろっとろ、すごい。いただきます。うん、うんうんうん、もうちょっとだし醤油薄くしてもいいかも。もうちょっとだし醤油薄くして、みりんを足したら、うん、かなりいい感じになると思う。うん、美味しい。うんうんうん、じゃあ最後ちょっとおかわり作って、氷結ストロングね。では、あとはね、他の方の動画でも見ながらね、ゆっくり続き食べて飲んでいきたいと思います。では。今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。またね、動画編集してアップしたいと思いますので、よろしくお願いします。